ジョゼカルロス・ゴメス・モレーラは、ブラジルの陸上競技選手。専門は短距離走。60メートルで、南アメリカ記録の6秒52、100メートルで10秒15の自己ベストを持つ。2007年7月、パンアメリカン競技大会に出場。男子400メートルリレーの予選で4走を務め、38秒83の組2着で、ブラジルの決勝進出に貢献した。 決勝は未出場だが、ブラジルはカナダやアメリカを破り優勝した。2007年8月、大阪世界選手権で世界選手権に初出場を果たした。男子100メートルの一次予選で10秒46の5着に、終わり、二次予選に自動進出できる各組3着以内に入れず、記録で通過できる最後の枠である全体32位とは、 0秒01差で2次予選進出を逃した。2008年3月、バレンシア世界室内選手権に出場。男子60メートル予選で6秒79の組3着に、終わり、準決勝に、自動進出できる各組2着までに入れず、記録で通過できる最後の枠である全体24位とは、0秒01差で準決勝進出を逃した。去年の世界選手権に続き、 今回も主要世界大会で次のラウンドへ進めずに終わった。2008年8月、北京オリンピックでオリンピック初出場を果たした。男子100メートルの一次予選で10秒29の組3着に入り、着順で二次予選進出を決めた。主要世界大会で初めて次のラウンドに進出したが、準決勝進出をかけた二次予選では10秒32の組6着で敗退した。 今大会では男子100メートルだけではなく男子400メートルリレーにも出場し、主要世界大会の男子400メートルリレーに初出場を果たした。予選では一層を務めて39秒01の組4着に入り、着順ではなく記録で拾われての決勝進出となった。決勝ではアンカーを務めて38秒24の4位に入り、 三位の日本と0秒09差で惜しくもメダルを逃した。しかしその後、このレースで金メダルを獲得していたジャマイカチームのネスタ・カーターのドーピング検体の再検査で禁止薬物の陽性反応を示したため、国際オリンピック委員会は2017年1月25日にジャマイカチームを失格処分にしたと発表した。ネスタ・カーターが スポーツ仲裁裁判所に提訴したため処分確定はまだ先になるが確定すればブラジルの順位は3位に繰り上がり銅メダル獲得となる2009年2月13日パリで行われた大会の男子60メートルで6秒52の南アメリカ記録を樹立した2009年8月ベルリン世界選手権で2度目の世界選手権出場を果たすも 男子100メートルは1次予選で10秒55の組5着に終わり、前回大会に続いて2次予選に進出できなかった。男子400メートルリレーでは予選と決勝で4層を務めて7位入賞を果たした。記録欄のうちの数字は風速で、プラスは追い風を意味する。ありがとうございます。